その中、競馬レース展望、11月5日のレース展望してまいります。今日の解説は、スポーツニッポンの桑原勲さんです。桑原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。11月3日に大池競馬場で行われました JBC 競争、JBC スプリントに参戦した高野ノジンガロなんとレースの後に新風船でなくなってしまった,とった、ね。そうですね。 正直、びっくりしましたね、うねう聞いた時はは当そやろうと思いましたからね。うん、レースはあの中継でご覧になってたなです、ねはいて好意のうちで非常にいいスタートを決めて前の,あの早い流れに続いていったんですよね、はい、木村棋士もなんか手応えすごく感じてたそうなんですよ。はい、ところが4コーナーから直線に回ってくるところで、まあまあ、ずるずる下がっていってしまいましたし、ねはい、少し心配にはなってたんですが、はい、まさかね。うそうなんですよね本当に えー、ということでタガノジンガルもなくなってしまいまして喧嘩台が11月の5日から13日まで、えー、設けられますのでぜひ皆さんまたお出まけていただきたいと思いますさあ11月5日の展望まいりましょうご覧のラインナップでレースが行われます重賞レース兵庫クイーンカップが行われます3歳以上牝馬限定戦ですそして9レースは B1 クラスの特別戦今日はこの2クラ展望してまいりますそれでは メインのジュレース兵庫クイーンカップこの展望をまず行います。1700メートル線立ちからの遠征場を迎えまして12頭フルゲート遠征場5頭参戦しています。それでは桑原さんの印を見ていただきましょう。とリノワールですか。はい、そうですね。えー、まあ確かにね、あのオープン勝ちがなくね、ここに入れば実績的にはね見劣るんですかね。はい、まあ最近ね。 まあ積極的に遠征してね、なんか前回でも、えーまあ、大いに遠征した時に非常に強いメンバー相手にケースをして、はいはい、内容、決して悪くなかったようにもんですよね。 上がりもしっかり使ってますからね。そうですね。はい。ですから、まあ金相の内容力をつけて今ならオープン重症でもこのメンバー相手に十分チャンスがあるんじゃないかと。そうですね。はい。あの流れ的にはどうですか。リノワールのこれまでサシウマというようなイメージがついてはいるんですが。そうですね。やっぱり最近その末足にね磨き磨きがかかっててね。まあ、うん、今回まあ流れもちょっと早くなるんではないかなと。そうですね。はい。うん。 というところでリノワールが一番勝利に近いんじゃないかなという桑原さんの1番のセイカ・フォルトゥナーこれが金沢からの遠征馬 JRA から一席後2戦目これは逆に逃げ馬ですよねそうですねだから絶好枠一番枠を、ね、引き当てなければ、はいうん、印どうしようかなって考えてたんですけど、まあ一番枠、まあ、先に、ね、なんか花スタートさえ決めれば主張できるんで、うん、だからしかも前走ね、まあ、大幅な馬体像に加えてね、まあ 初売でとも滑らしてますからね、はい、1600万での活躍した馬なんで、んまあ十分力は足りるんじゃないかと思います,です、ねえー、でこれが、まあ、逃げ切りというところまでただね、まあ、基本的に自分の馬券の買い方がもう本命から、うん。うん ってていう買い方してるんでねるじゃ逆転はないと<に>、はい、見て相手の圧というところですねあと、ねはい、の各馬ですが7番オーケストラピットこのままもう少しですね重賞に手が届くかどうかというところにますそうです、ねまあ今回ここ目標にね、うん、あの出来は絶好ですからねはい、はい、杉浦騎手もね選手の若駒賞で重賞を制,覇し,、うん、傷制覇しましたね肩の力ももう抜けてますからねなるほどいい形でほうほうほうはい、えー、ということでオーケストラピット3番手その後は星印が4番手ということなんですね、はい 鋭心さるさ、まあ実力発揮すれば昨年のあの鬼のような強さが入りますと、すねはい、これは当然もう本命なんでしょうけれども四番手となったというのはどういう理由でしょう,か、はいう。ちょっとね、まあその外にもね、えっとワールドロゼとかいうね、うん、逃げ馬、まあ前に駒がいるんでね、はい、ちょっと発馬でね少しでも後手を踏むやとね、ちょっとやっぱりかぶるんでね、そういうので。 ね、サルサさん、そんなに気性のいいタイプではないですからね。はい、なるほどそのあたりでもうあえて4番手の評価に落とされたというところでそれから2番東高行け、東光新家4番、アラン・ロドこれらも実力馬、はい、特に東光新家は昨年の年代表馬ですからしっかりと、ね、あの状態を上向いているようなんでね、うん、まあ本当に軽視は禁物ですよね。はいはい、アラン・ロドも なんか上位に必ず食い込う、ね、そうなんですよね、ま、たこのレース野田、うん、忍急車相性いいレースですからね昨年勝ちました、はい、アランのド前あの昨年三着だったんですよね、はい、なるほど、えー、ということでアランロドもここも上位に食い込むというところ、はい、ただね本当にあの今挙げていただいた各場いずれも有力でチャンス十分じゃないかなと思いますからいいメンバーですよねそうですよね本当迷いましたもんねあ<ー>本当にそうですかさあ迷った た挙げくの最後の解明ですが、はい、どうですか？え三、ー、番のリノワールこれを本命にされて相手三、はいえー、連打んですよねこれは相手五投で二十点外、ね、ということになりました。えー、リノワールもう頭でもう本命に決めたらもう頭でそうですねやっぱりそれがやっぱりねあの責任というか、うん、責任はい、うん、そういうもんですもんねそうですねはい三番リノワールを本命で相手に一番七番十一番四番二番と 五頭三連単で二十点買い、はい、ということになります。兵庫クイーンカップ秋の上を果たしてどの馬になるんでしょうかご注目ください。はい、それでは九レースいきましょう。B1 クラスの一戦です。千八百七十メートルで行われます十頭立てのレース。えー、ここは二番クールジャイロが非常に注目を集めているんですが。あやはり本命ですか。はい。うん、そうです。まあ取り消し後ねちょっと一押しの競馬続いてたんですけどね。うん、まあホリコ調教師もね。はい まあ取り消しねちょっとリズムは悪くなったけどもうだいぶ持ち直してますよとのことだったので転入初戦の内容を考えればねもうここはいけるんじゃないかなと思いますあの時の強さというのが非常に印象を強く残っていますのでそう言われるとやはりこの3走というのは少し物足りないなというふうに感じさせますよね。です,ねはい、ですが前回以上の決め足を発揮できる状況になるということですか。はい ま距離も向きそうですからね、もともとこういう距離使ってた馬なんでそうですもんね、はい、あのダート2100メートルを2勝して長くなればなるほどいいというクールジャイロ、はいえー、木村棋士の騎乗で注目を集めます、これを本命にされました、はい、で相手候補、どういきますか。えーとシューニャですね,ですね今、本当に安定して走ってますよね。うんはい でまやっぱり調子がね今本当にいいんでしょう、うん、やっぱり、うん、このまあ C1 プラス買った後に B2 勝てずに、はい、で B1 もまだ勝ってないんですがまあ、はい、上位に常に安定した成績残しているんですね、はい、相手候補ですかあとどうしましょうかミスティックアートまあ同級者なんですけどね周<番>にあと、うん、まあここにそうね震いませんがまあ決して状態はね悪くないとのことだったんでねまあ連なら十分間に合うんじゃないかと思います。うん,うん、うん はい。そして四番ペーナオリオンがこれが四番手評価なんですね。すねはい、人気があまりありませんよ。そうなんですでもね涼しくなってね、うん、あの状態は良くなってますからね。はい,はい、いつ走ってもおかしくないと思います。そうですか。はい、この上のクラス A2 クラスで二勝を上げている実績ですから、はい、力はありますから、ね。そうなんですよ。はい。えー、そのほか三番大新ウィ七番リシノチャスティと、はい、この辺りですね。ですね。 うん、まあダイウィンはね、はい、まあ内容からもう少し高い評価してもよかったんですけどね、うん、ちょっと距離がどうなのかなっていうのでね、<ー>ちょっとここまでちょっと評価を下げてま、ね、下げました。うん、距離が1870というところで、はい、さあ、会名ですがどういきますか。やはり2番のクールジャイロ、はい、はい、責任でもう頭これでというところですね。すねはい、相手に1番、6番、4番、7番、3番というこの5頭を挙げていただきました。2>, はい、2番のクールジャイロ。 木村騎者の記事でこ注目ということですね、はいえー。さあ今週はもうナイター競馬再収集ということになりました。そうなんですよね。ねええー、ナイター競馬もう終わってしまうんですね。あっという間でしたね<で>本当五週間行われてきました。はい、で S.K. のフラッシュエイト八名全員集合と。 いうことで盛り上がりそうですね、はい、最終日そうなんですよね、うん、ちょっと行ってみたいですよね<の>仕事の合間を縫って SK のプレイスでイベントなど、はい、予想会など行われますが、えー、まあその中に囲まれてみてはいかがでしょうか囲まれたいですねそうですかはい。囲まれている桑原記者をぜひ皆さんご注目いただきたいと思います <laughs> え今日は桑原さんの解説でしたどうもありがとうございましたすみませんありがとうございましたそれだけ言えば今週3日間水木金とレースの 来週からは火水木の日程に戻りますナイター期間が今週で終了ということになりました火水木の日程に変わりますのでどうぞご注意くださいそして金曜日は開催ありませんが多地区のレースを上映発売することになりますどうぞ皆さん金曜日もそれだけはありませんが多地区でお楽しみいただきたいと思います 11月5日、いよいよ兵庫クイーンカップ重賞レースが行われます。どうぞお楽しみください。来週は JR8 の交流競争、橋屋川特別も組まれています。そのだけえばこの後もどうぞ存分にお楽しみください。